おはようございます。今日は、発信が生む力について話そうかなと思うんですけども、4日前ぐらいに Facebook にちょっと長文、バリ長い長文の投稿をしまして、で、そこに書いたことは、今この半年で僕がやってたことと、あと、これからやっていこうと思うこと、あとそこに対する思いみたいなのも、めちゃめちゃ書きまして、で、めちゃめちゃ読むの大変やと思うんですけど、それを結構、なんか Facebook 大体1200人ぐらいかな、友達がいるんですけど、200何人かがいいねしてくれて、僕のこと知らん人もいいねしてくれて、シェアもしてくれて、で、すごくコメントで応援メッセージみたいな、なんかできることあれば言ってねみたいなっていうコメントがすごく来まして、なんか本当に口にするだけで応援してくれるってめちゃめちゃ得やなと思うんで、なんかまだ何もしてなくてもいいんで、自分が思ってることを発信してみることは結局自分に返ってくることなんで、恥ずかしいと思うんですけど、やってみてください。じゃあ検索してみてください。以上です。